天国も仮想の方に来たね。さて、ご入り用は何かな？毎度！またのご利用をお待ちしているよ。あら、こんなところまで追いかけてきたの？ご苦労様ね。でも、どうして？未来はどうなったんですか？質問に質問で返すのはあまり褒められたものではないわ。もう一度聞くわね。何をしに来たの？畑田レイ。そんなの決まってます。未来を追っているあなたを見過ごすことはできない。怖いわ。私の魂も刈り取って消滅させるの？今まで他の勇気にそうしてきたみたいに。未来のためなら。ああ、理解したわ。畑田未来のためと言いつつ、彼女のせいにしたいのね。自分の願いのために誰かの魂を狩るなんて罪悪感に耐えられないものね。だから妹のためなのね。違います。違わない。ええ、何も違わないの。自分以外のあらゆることを言い訳に全てを正当化する。人間らしくて素敵よ。違う。もういい加減に認めたらどうかしら。あなたは畑田未来をその手で殺した。あなたが畑田未来のためと口にするのは他者の魂を狩る罪悪感を妹に押し付けたいから。そして何よりあなたが畑田未来を助けたいのは殺した罪悪感を少しでも軽くしたいから。そう、自分のためなの。全部妹のためなんてただの詭弁よ。自分のため。やめて、レイにひどいこと言わないで。部外者は入ってこないでくれるかしら。部外者じゃない。ナナナは例の友達だよ。
友達だろうと恋人だろうと他人は他人でしょ。当人同士以外は部外者なのよ。もうやめて。あら、自分から向かってきて命乞い。勇気なのに命乞いというのもおかしいわね。ナナナのことはどうなってもいいの。もういいから、ナナナ。レイをいじめないで。今、どうなってもいいって言った？やめて、アナムネシス！狙いは私でしょう！あら、改めて見てみると。あなた、とっても美味しそうな魂を持っているわね。あなたも私の一部に。ココロさん、どこから？上の方のエリアや。間に合いそうになかったから飛び降りた。飛び、無茶です。こいつをぶん殴れるんやったら無茶でも無謀でも望むところや。なあアナムネシス、この瞬間をどんなに待ちわびたか。今日は邪魔ばかりね。うちはな、お腹の子供の名前だって考えてたんや。それなのに一度も名前で呼んであげられへんかった。ナンバもあんなやつやけど、元は命を奪われるほど悪い人間ではなかった。あと少しなのに、ほんと目障り。お前に殺された二人と、何より自分自身のために、これはうちの全てをかけた復讐や。いてまえ、ディオゲネス。ねえ、少し黙ってて。やっと静かになったわ。ここは姿見？我が主よ。ヘラクレイトス、もし知ってるなら教えて。ここはどこなの？この場所はいわば魂の内側。アタダレイという人間の魂の世界だ。夢ってこと？その解釈でも間違いではない。
我が主の魂それ自体は今も変獄で無防備にさらされたままだ。だったら戻らないと、心さんとナナナが。そんな平静を欠いた状態でか。それは、でもどうすればいいのかなんてわからない。すべての真実を受け入れろ。すべての真実。アタダ・レイはアタダ・ミライを殺した。己のエゴで誰かの魂を狩る罪悪感に心が折れぬよう、アタダ・ミライのためだと自分に言い聞かせている。アタダ・ミライのよみがえりに全てを捧げることで罪悪感から解放されたいと願っている。そんなんじゃ。守護者は主と同じ魂を共有する者。我は鏡。鏡の前で偽ることはできない。我の言葉に偽りはあったか。あ、いいえ。私がパナムネシスの話で動揺したのは、全て真実だから、図星だったから。でも信じたくなかった。ならば受け入れろ。受け入れ、認め、そして惑わされず胸を張ってエゴを貫けばいい。エゴこそがその人間をその人間たらしめる。エゴのない存在は人形書き換えのようなものだ。どんなエゴも最後までぶれることなく貫き通せば、やがてそれは理念となる。何より我はアナムネシスの知らないハタダ・レイを知っている。どれだけハタダ・ミライのことを大事に思い大切にしてきたか。その思いもまた紛れもない真実の一つではないのか。よく喋るね。助言はしないんじゃなかったの？普段はそうだ。主に似て口下手なものでな。でも伝わった。ありがとう。差し出がましいことをした。礼は不要だ。私戻らないと。目を閉じ念じよ。さすれば魂の世界から抜け出せる。
いつも見守っている。我と我の半身が。